西川君也、西川君也、西川公也、1942年、昭和17年12月26日隊は、日本の政治家、自由民主党の前衆議院、議員、6期、内閣官房参与。学位は、農学修士、東京農工大学、1967年。栃木県議会議員、5期、栃木県議会議長、第81代。 内閣府副大臣、衆議院農林水産委員長、農林水産大臣、第56.57代、衆議院艦隊併用パートナーシップ協定等に、関する特別委員長、初代、自民党タバコ議員連盟副会長などを歴任。栃木県塩谷郡宇治江町、現、桜市生まれ。栃木県立宇都宮高等学校、東京農工大学農学部卒業。 東京農工大学大学院修士課程修了。1967年、栃木県庁に入庁。1971年9月、センブリーダム汚職事件での収賄容疑により、栃木県警察本部刑事部捜査第2課に逮捕された。起訴猶予処分となったものの、同時に逮捕された上司らは、有罪判決を受けた。1978年に退職。 1979年、栃木県議会議員選挙に出馬し、初当選した。以後、5期連続で当選。この間、1989年6月30日に、県議会議員を辞職し、同年7月の、第15回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、栃木県選挙から出馬したが落選。1991年、県議会議員に復帰。 1993年に、栃木県議会議長に就任した。1996年、県議会議員を5期目の任期途中で辞職。第41回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、栃木2区から出馬し、民主党前職の小林守を破り、当選した、小林も比例復活。以後、4期連続で当選。2001年、第2次。 森改造内閣、中央省庁再編後で、内閣府大臣政務官に任命される。第1次小泉第1次改造内閣では、経済産業大臣政務官を務め、第1次小泉第2次改造内閣では再び、内閣府大臣政務官に任命された。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、比例北関東ブロック選出であった。 森山真由美元法務大臣が衆議院比例区の73歳、定年制により比例単独での出馬が不可能になったため、栃木2区から出馬。入れ替わる形で、西川が比例北関東ブロック単独で出馬し、参戦。第二次、小泉内閣でも、内閣府大臣政務官に再任された。2004年、第2次、小泉改造内閣で、経済財政諮問会議を呼び、 郵政民営化を担当する内府副大臣に任命された。2005年の第44回衆議院議員総選挙では4選を果たす。第3次、小泉内閣にて内閣府副大臣に再任された。2006年、衆議院農林水産委員長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では引退する森山に代わり、栃木2区から 自民党公認で出馬。公明党や栃木県建設業協会の政治団体、県建設業協会政治連盟の推薦も受けたが、民主党前職の福田明雄に敗れ、比例復活もかなわず落選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、栃木2区で福田を破り、同年12月19日に当選が告示され、国政復帰を果たした福田も比例復活。 同年、二階派の事務総長に就任した。2013年より、自民党の艦隊併用、パートナーシップ対策委員会にて、委員長を務める。2014年9月の第2次、安倍改造内閣で、農林水産大臣に就任。現職大臣として臨んだ12月の、第47回衆議院議員総選挙は、栃木2区で、福田299票差で敗れるも、 比例復活で6選した。同年12月20日に当選が告示され、中央選挙管理会から当選証書が授与された。なお、第2次、安倍改造内閣の閣僚としては、辞任した小渕優子と松島緑を含めて、小選挙区で負けした唯一の候補者である。同年12月24日に発足した第3次、安倍内閣で再任されたが、政治献金問題が発覚し、 責任を取る形で2015年2月23日に辞任した。この問題を追求した玉木雄一郎は自民党から圧力をかけられたという。2017年の第48回衆議院議員総選挙は比例重複をせずに立候補し、無所属、立憲、社民、民進推薦の福田昭雄に敗れ落選した。11月8日に内閣官房参に任命され、 農業政策全般について助言を行うことになった。週刊文春によると、センブリダムの工事を請け負った建設業者からコンクリート打ちの不備を見逃す見返りとして現金を受け取っていた容疑をかけられた。センブリダム汚職事件を捜査していた栃木県警察本部刑事部捜査第2課は、1971年9月に西側を収賄罪の容疑で逮捕した。 ただ、見返りとして受け取った金額が少額だったことや、西川自身が、まだ若かったことなどが考慮され、起訴猶予処分となった。なお、同時に逮捕された、建設業者や西川の上司らは、そのまま起訴され、執行猶予はついたものの有罪判決を受けている。2014年12月24日より、第三次、安倍内閣の農林水産大臣を務めたが、 自らの政党支部が2013年7月、関隊併用パートナーシップ協定 TPP 交渉に日本が初参加する直前に佐藤メーカー団体の日本政党工業会が運営する政党工業会館から100万円の献金を受けていたことを認め2015年2月23日に辞任した。また、工業会は同年3月農水省の 佐藤キビ等安定生産体制緊急確立事業で13億円の補助金交付が決まっていた。政治資金規制法は国の補助金の交付決定から1年間の政治献金を禁じている。政治資金規制法が補助金の交付決定を受けた会社が1年間献金することを禁じているにもかかわらず、西川の政党支部が国の補助金をもらっていた。 選挙区内の木材加工会社のテクノウッドワーク、株式会社から2012年に300万円の献金を受け取っていたことが発覚した。この木材加工会社は2009年度に1億6100万円、2010年度にも3億7000万円、2012年度に7億円の補助金を国から受けていた。一方、西川は国会で この事業が継続するよう努力したいと答弁するなど、再三、同事業の必要性を強調していた。森山博が艦隊併用戦略的経済、連携協定、TPP の対策委員長だった2015年9月末、日本養鶏協会、養鶏協の当時の会長から現金を受け取っていた。西川が代表である、自民党栃木県第二選挙区支部が、 西川の製作秘書でもある長男が経営する会社から物品などを買っていた。2010から2012年に土産代やお聖母、スタッドレスタイヤ代などに契約39万円を支出していた。2011年8月に破綻した那須塩原市の畜産会社安倉区牧場から2006年から2010年までの4年間で計125万円の献金を受けていた。 西川の長男が同社の顧問を務めており、同社の三かじり美子社長は西川の下へ陳情に訪れていた。日本共産党の機関紙新聞赤旗に消費者金融業界の政治団体、全国化資金業政治連盟、全政連からパーティー券の購入等による資金提供を受けていたと報じられた。自身の国会議員政策担当秘書を務める。 長男が通常国会開会中に経営する釣り堀の中を掃除している様子などを交流サイト Facebook に書き込んでいたと指摘された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。